回復とリブタ持ったら回復リブタ乗り物2台みたいな。その下がった方がいいんだっけ？乗いや、り物そうし乗るまからないおと。金がたまらんのじゃん。いや、リビタルものよ。あ、そうだ。動き出すんだっけこいつが。そうそう、進まないと動かないよ。ちょっと待って、ね、どうしようか、乗り物も呼んでからにした方がいいかなと。あらかじめ呼んどいた方がいいと思うけど。ちょっと呼ぶわ。ラインラインライン。まだ行ってほしくないな。乗り物まだだから。大丈夫。会話どれだけ。そう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 。距離じゃない。時間だから。一番奥まで行って戻ってくるみたいなプレイなんだけど。話が終わったら動き出す。レベル4と仲良くなる。上から来るぞ。よし。オッケー。ダミーちゃん甘いとこ今ローの間なんだオロの基地へようこそイエーハードフィールドにダミーバルーン付きだぜイエーよしよし綺麗だリロード式じゃないリロードすごいフィールドって時間だっけ俺時間なかなか始まらないでござるすまんここで死ぬとつらい追い込まいとくか最近地震が多いですオロのバルーンが時間時間だもう一個あるさあ来るかさあ来るぞフィールド2個ほらトライアンフォークライおー引かれたやめろ近づかせるなくらい回復しないふっぱなこれ全部の弾吹っ飛んで終わったらすごいボムが飛んでいく。何かわからんがあっちの方に。何かが勝手に下って死んでいく。リロード。もう一回出るっけ。うわ、いけめっちゃ効いた。カードの踊りしてくれてんのかはい、もう一個後ろに小雲がいる後ろはうわ、即死した復活させにくいところあ、関係なかったこのゲームないこのゲーム関係ないもう一人死んだらリムだからうん、でそのまんま4回死ねるからなんかすごい砂ぼこりがガードフィールド弾全部考えようあぶれ大丈夫ガードフィールドがある限り食らっても団体さんが来るぞよしこれ次マジこれ反対側に出てて、ね、ああそう復活する位置がの問題だ何かがおるけど分からないリロードリロードリロード後ろから何かいるうわうわうわ足元に湧いたまずいこれ行き行き一回カースの方まで行こうそのりが湧いたうわー汚いところまで攻撃しためっちゃいるけどいや一番奥まで行っちゃうとめっちゃカクカクしてる壊されたバカ野郎お前俺を引いたぞゲロー何か爆発した
い、攻撃攻撃この3点でロック、ロックが飛んでくる、ロックが飛んでくる、ビリビリ突撃、よしよしよし、ここよし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 、ナイスナイス、死ぬ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 、反射しろ、メイトだよ、あれが落ちた、いつもなんかいる、しまった、避けてしまった、やったやったか、ラストイッチ終わりか、アイテムが回収か、やった、OK、回収でかいぞ、いて、やばい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 、もうブーストは使っちまっただ、俺も逃げるのに使った同じく相手戻るために使わなかった、回収回収、よし、マイクは壊れてるやつを探すんだ、これ何白いやつ、あ、俺が乗り捨ててきた乗り物が、もう弾ないよないな、全部打ち切ってるからね、なんか爆発そうなんだけど俺が壊したすげえな、そのビームレーザーライフォーやった、ひだめ421しかねえ、ノーです、ノーです、オール A、オール A、 A、A、 ダブル A、 金をよこせ、金を、 A やった、ただの A だった、ただの A、 乗り物に乗るとね、ダメージ食らわないから超楽なんだよ、だから乗り物が使えないミッションに行きたくない。凍結は手放せねえ、怖すぎる、アサルトライビークル、雷獣、俺も雷獣来たね、どんなんだろう、あ、先にミッション解読ね、共同作戦、当時の EDF 構成員の一部が独立運動を起こして、あ、あかんわ、俺これ使えへんわ、誰だ、雷獣ダメなやつだ雷獣、あ、これ飛ぶやつじゃねえかいらねえ、いらねえ、いらねえダメなやつだ、飛ぶやつ、うん、飛行機系、操作できないやつ、あこれは何だろうな、だからみんなが冷凍してくれるからさ、当てにくいあのアラベスク2の方をぶち込めるのがいいね、溜め始めると標準変えれなくなるやつだけど、固めてくれれば変えなくて殺せるから、それ行こう、ミッションチェーン、ね、ちゃんと持っていけるな、まあ、ただ単に敵を倒してエナジージェム確保するだけの、ね、簡単なお仕事らしいんで、ジェットリフターがウィングダイバーだよね、でヘビーストライカーがフェンサー、そうそう、フロールライダーが、フロールライダーって何だっけ、立体機動、立体機動のやつだ、うーん、今使える気しないわ、無理だよ、一発で死ぬわ、移動早いんだけどね、回避手段がなさすぎる、一回だけならあれがバーストを使えば、まあ適当に使うか、バースト読んで、まだ繋がる、梅原が決めた、テイスティングトライアン、立体軌道で巨人でも倒すのだ、クマさん、その2本はえ、なんなん、打ち切ったらもう、あ、カイテサイチか、打ち切ったらってこれあれだ、凍らせるやつだぞ、そう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 、いや別に裏で利用してくれるタイプじゃないから、ん、いやそれはあれだよ、あの1本打ち切ったらもう1本で安全なとこまで逃げるんだ、なるほど、でも変える、ソウルシーカーとか、ね、ソウルシーカーとかいう楽しい武器もあるんだよ、なんそれ、え、幽霊が飛んでいく、ほう、幽霊が飛んでいくだと、あれでしょ、一本使えない武器持ってくるでしょ幽霊が飛んでいくじゃあ幽霊飛ばすか、
B じゃねえか、D かよ。あれでアポカリプスとかと似たようなタイプ。霊体を飛ばして敵を倒す。倒せるの？倒せるんじゃないの？撃てれば。倒せねえと思うな、直撃しても。相変わらずのロードの長さを見せてもらおうか。幽霊の力とやつ。敵一体に対して強い武器なんだけど、今回は大量の雑魚臭いんだけど、そこどうなんのかちょっと分かんない。さあってとりあえず呼びますかね。キャディなんかピョーンって飛んでくる。あれが忘れた。この攻撃強いな。ビン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 固めといてくれたら俺がアラベスクで感動させてよ。もう命を守る武器やん。こう出すこと。そうそうそう、ロボットとかはこうなんだよ確か。え、もう敵来てる。いや、凍るやつは凍る。あ、これ凍ります。みんな凍ります。大体凍らんかも。人類宮城を来てやー。後ろにいる。ダミー。ちょちょちょ全然しない。おすぎ、おすぎ、おすぎ。入れてみたいよ。何も見えない。とりあえず逃げながらミサイルを全部撃ち切ると大体の敵は死んでいる。レーザーライフ。あれ、ハルさんごめん。いや、あーよかった、ダメじゃ、ダメじゃなかった。ダメじゃないんだけど。いて、おい、逃げ。撃ち抜くぞ。撃ち抜くぞ。あー、うまそう。レーザー、ほんとに一目で3000くらい削られた。死んだ。いて、俺上級国民だから。あー金持ってるから。二人しばくリブだ、はい、ありがとうございます。危なかった。俺も使ってしまうところだった。うわ、上空から来てる。まずいぞ。上空を狙える武器なんてないぞ。なに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 、レーザーがある。ここにレーザーがある。ロボが来てる。ロボも来てるやん。死ぬ死ぬ死ぬ。どこだ。目に目を、歯には歯を。ロボは俺だ。どこにはロボ。どこいた。凍らせる。正解。ほらロボ凍った。凍らしたら俺のアラベスクの威力が強く。ほらほらこれ。冷たいか。冷たいか。いてててな。変な幽霊がどんどん出てくるので。終わせろ。冷たい攻撃してるほら。直結全部使ってもしたら出てきた。乗り物連れ行きました。これナイス。あとは任せた。これで任せた。やっぱり自分で持っていく。いやー、効率素晴らしいね。ナイト死ぬ。そんなんまだ取ってない。直結だ。上のやつに近かったな。それちょっと残ってるな。この集団の中に入って。あのね、凍らせるやつじゃどうにもなんないよ。当たんねえからな。カーテンコールでピクチクするしかない。ピクチクするしかない。ああ、大きいの来た。回復しや動くなよ。耐えた。ほら。うわ、耐えれた。思考性がね。はよ、戦いレベル4。これそこの俺のマシーン割とまだだいぶ残ってる。氷最高だね。いけ。遠くで復活できるはずだから、ここから攻撃しようかな。
めっちゃコース。近っ。クリが。めっちゃ来た。ダメだ。食らいやがれ。はい、全部これ。全部これ。全部これ。砕いて、砕いて、砕いて。クリが。ナイス。よし、勝った。巻き込んでる。勝てよ。3000の威力連発だけど倒せねえ。セーフ。動けねえ、動けねえ、なんだ動けねえ。アリさん怖い。おお、横に逃げよう。よし、危ない。なんだかんだでアラベスクはそれない。あー俺が凝った。いやよかった。回復の前で。え、一発かよ。いってん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 。クマさんが何かに倒れた。何かで。悲惨で。もう一人死んだら俺が癖使う。あ、いいよ。いけ。復活あるはずだからクマさん、時間でゆっくり復活してくれ。本当に仲間がいる。おもう試行戦しかない。そう、回復ヒールとか動きまくって思った。 それに乗っとんや。敵のちょうどの真上で勝てよ。よし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 。あれに見えた試行戦終わった。あとは何、あとは飛んだやつだっか。当たねー、当たんねー。よし、見方が悪い。燃えてるしよね。レーザー多分俺がやりたいんだと思う。射程が短いんだよこれ。 あと1体かな。あ、じゃあレベル4の方が倒してくれると思うからアイテム稼いだ方がいいんじゃない。あ、こんなところにあれがある、アイテムボックス。でも俺撃てない。あ、撃てた。ふわ事故った。事故った。だ俺上級国民だから。捕まらない捕まらない。広い広い。ダイヤやめろ、撃つんじゃねえ。持って帰ってちょっとでもいいから買い取ってもらうんだ。給料の足しにして。下級じゃないか。ケチケチすんなよ。お、倒してくれたっぽい。倒せるな、すげえ。なんかすげえ遠くにあるぞ。あれ回復か。よしよし、達成達成。ここ回復だな。俺の戦車より早い。なんかね、最近の戦車自動事情さ、キャタピラじゃなくて普通のタイヤの戦車ができてるらしい。車みたいな。へえ。アクロ走れなそう。逆なんじゃない。キャタピラの方がアクロ走れないんだよ。どうなんやろ、そのなんやろ、キャタピラの方が走る。破損した何、あの道路とか砂利、瓦礫道とか走るのはキャタピラの方が強いんちゃう。キャタピラの方はキャタピラってちょっとでも段差あったら走れなさそうだけど。キャタピラ段差が強いんで、段差に強いんで、キャタピラ曲がるから。あれだからバギーみたいになってんじゃん。ニャン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 。 A やった。ダメだ。あ、 A だ。やったぜ。お金もマイナスの8000ぐらいだしね。なんだかんだで順調に進むな。やっぱ氷が強いのか。うん。空どうしようかな。飛んでるやつやばいね。スナイパーライフル SH2041 断続的な地震の発生が各地に広がっています。まあいいや。あー、どうした。洞窟だ。どうだ。やったー。洞窟なんか一瞬で終わるやつやん、逆に。ああ、そうか、洞窟は最強の武器があるのか。接敵しなくていいやつや。ジェットレーザー、ミサイルランチャーか。カーテンコールだ。
貫通させんの。いやー。